先ほど閣議で元号を改める政令及び元号の呼び方に関する内閣告示が閣議決定をされました。新しい元号は令和であります。この新元号については本日元号に関する懇談会と衆議院及び参議院の議長及び副議長のご意見を伺い、全閣僚において協議の上、閣議において決定をしたものであります。新元号の選挙について申し上げます。令和は万葉集の梅の花の歌32首の序文にある初春の霊月にして木風はやらぎ、よく風やわらぎ、梅は経前の甲を開き、蘭は背後の甲を香らすから引用したものであります。この新元号に込められた意義や国民の皆さんへのメッセージについては、この後安倍総理の会見があります。それでは内閣記者会幹事社から代表で2問まで質問をお受けします。どうぞ。幹事社が代表して2問お伺いいたします。まず産経新聞の中村から質問させていただきます。新しい元号は令和とのことですが、選定にあたってはどういった点を最も重視されましたでしょうか。また考案者はどなたでしょうか。出典は万葉集とのことですが、これまで日本の古典に由来する元号はなく、国文学や東洋史学などの専門家に考案を委嘱された中で、どのような理由で選ばれたのでしょうか。具体的にご説明ください。新元号が制定をされた理由については、この後総理ご自身から新元号に込められた意義や国民へのメッセージについて直接お伝えをすることになっております。また新元号の考案者については、考案者ご自身が指名の秘匿を希望されていることに加え、考案者を明らかにすれば新元号と特定の個人との結びつきが強調されることになりかねないため、お答えは差し控えたいと思います。いずれにしても今般決定された新元号が広く国民に受け入れられ、
日本人の生活の中に深く根ざしていくよう努めてまいりたいと思います。どうぞ。フジテレビの千田です。長官は有識者懇談会と政府議長からの意見聴取、全閣僚会議に出席されました。一連の過程の中で意見を聞かれたわけですが、その中で元号の原案はいくつ示されたのでしょうか。元号の候補名と合わせてご紹介願います。またそれぞれの場で有識者や政府議長、各大臣からはどのような意見が出て令和との結論決定に至ったのでしょうか。具体的にご紹介願います。本日元号に関する懇談会を開催をし、衆参両院の政府議長の意見を伺った上で、内閣の責任において新元号を決定をしたところであります。新元号が選定をされた理由につきましては、後ほど総理から直接お話があります。意見聴取の場でどんなご意見があったかについてお答えすることは差し控えたいと思います。また新元号が日本人の生活の中に深く根ざしていくためには、他の案と比較をして議論されることは適当でないと考えており、新元号として決定をされたもの以外の案についてはその数も含めてお答えは差し控えたいと思います。ありがとうございました。